どうもフレームだっちゃねー。犬が熱中症になる瞬間を撮ろう。皆さん、熱中症が怖いシーズンになりました。ちゃんとワンちゃん管理してますか？まあ、先日うちから里親で出たね、カート君が熱中症で亡くなりかけたんだっていう動画も出させていただきました。でその動画では、まあ、熱中症にならないように、で熱中症になった時どうしたらいいのみたいなね話をさせていただいたんですけども、本日はじゃあ犬の熱中症っていうのはどこからが熱中症なんだと、そんなお話をしていきたいと思います。さあ、みょー、今うちの子たちちょっとへい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 言ってますね。へこら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 、ちょっと苦しそう、暑そう、ジャックもちょっと暑そうね。はあ、はあはあはあっていう感じ。ぜーはーぜーはーべーはーべーはーじゃないけど、へー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 っていう感じで、シビックやペコちゃんを見て分かる通り、もう暑いから日陰で涼んでいたいと言った感じですね。日陰細いけどね、ペコちゃん細い日陰で、ここ涼しいわー、でも暑くてかなわんわーといったところでございますね。ちょっと暑そう。ドッグラン行ったりとか、お庭で遊んでたり、はたまたお散歩歩いてたりすると、このぐらいの愛犬が疲れ具合になること、多々あると思います。皆さんよく覚えていてください。このぐらいの状態で引き上げるべきです、このぐらいの状態の先に熱中症があります。つまり今熱中症にならないギリギリのところでスープラはおります。暑いで、もうあんま運動もしたくないで、はははは言ってると、もうこの状態の先が熱中症です。でもみんな、まあ犬なんかみんなはははは言ってるもんだし、別にこのぐらいで家帰るほどじゃないかと、このぐらいで心配するほどじゃないかっていう感じで、ここで耐えちゃう。そうするとこの先に熱中症があります。この先どうなるかっていうと、パンティングと呼ばれる、ここね、お腹を使ってベハ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 ってさっきよりもすごい激しい呼吸をします。ベロベロンって出してよだれダラダラ垂らしながらお腹でっていう呼吸をします。それも熱中症。そうなったらもう基本はアウト。そうなる前に家に帰んなきゃダメなんです。日が出てきましたね。日が出てきたらジャックが日陰に行きます。細い日陰を求めてあそこに行きます。暑い、暑い、あー、かなわんわ。これまだ外いるんですか、パパさん。いやー、暑いですわ。今日28度言うてましたけども、インターハウスでいいんじゃないですかねっていう顔です。そうですね、はい、なのでみんなお散歩とかドッグランとか何でもそうだけども、ここで耐えちゃうと熱中症になっちゃうんですよ。で一回熱中症になっちゃうともう後戻りできないです。基本的にはもう病院行かないとダメね。よくあの首に巻くクールネックっていうの、ここにこう冷たいの巻いたりとか、あともう冷感のこう着るとちょっとねひんやりする洋服とか着せてお散歩行ってる人がいる。でそういう人はなんでそれをつけてるかっていうと、ちょっと暑そうだからつけてんだよね。愛犬のこういう姿とかを見て、暑そうだな、ベハベハ言ってるなと思って、じゃあ涼しくしてあげようっていう感じであれをつけてると思うんだけども、もうそもそももうそんな状態になっているんだったら行かない方がいいです。安全第一で熱中症、本当にここ紙一重のところです。まあ、うちも今もうあと5分10分これ撮影したらすぐにハウスお家の中入るけども、もうこの状態になったらダメ。もうこれで暑いんだ、しょっかしょっか冷たくしようねって言ってクールネックしたりとか、ちょっと水かける、お水飲むなんつってね、お水こうやって持ってきてお水飲もうかなんつっても無意味ね。もう暑いもう暑いんだ。まあこのぐらいのね、そうこうやって暑いな暑いなってやってる状態でもうお家に入ることがとっても大事。そこの判断力が飼い主さんの方で鈍いと犬が熱中症で亡くなります。まあ、でもそんなこと言ってたら夏場なんかもうどこにも行けないよって四六時中って思うかもしれないけども、結構行ける時間ありますね。夜遅い時間、完全にアスファルトが冷え切った時間とか、早朝早い時間
ね、飼い主さん的にはいやこの時間は寝てたいよって思うかもしれないけども、そんな時間はね犬に使ってあげないといけないんですよ、ね、あなたが寝る時間も大事だけども、犬にとって安全でかつ楽しくお散歩ができる時間っていうのはこの夏の時期ね決まってるの、ね、夜19時20時あたりでもまだアスファルト暑いんですよ。もう朝も7時になったら日が出てきて暑いんですよ。だから4時5時に起きてお散歩行ってあげなきゃいけないの、ね、深夜12時でもお散歩行ってあげなきゃいけないの、眠くても。それが犬を飼うっていうことなんです、ね、何でもかんでも飼い主に合わせて何でもかんでもね犬にしわ寄せがいってね、犬が損してちゃダメなんです。犬に合わせてあげなきゃダメなの。愛犬のために自分の生活も合わせてあげる、犠牲になってあげるのが愛ですから、愛犬のね、幸せな生活のために、そしてより長い犬生のために飼い主さん頑張ってあげてみてはいかがでしょうか、ね、今のスープラのこの状態、へこらへこら、あちゅあちゅ、暑いだけっす、でも日陰は涼しいだけっす、日陰だったらなんとかやっていけるだけっすっていうこの状態、これがギリギリです、ね、これが熱中症になるギリギリの犬の状態です。みんな意外とこれが普通だと思ってますけども、ダメです。あちゅあちゅですよね。だからこのギリギリの状態でふわっとね、まあ大丈夫だろうこんなもんだろうって耐えてるからね、事故が起きるんですよ。まあ本当はちょっとやりたくないんだけど、じゃあこっからさらに興奮したりとか、じゃあこっからさらに動いた場合どうなっちゃうのかっていうのを最後に見せていきたいと思います。はい、ジャックもおいで、ちびっこおいで、おいで、ちびっこおいで、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 ペコちゃんもおいで、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 はい、おいで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 、もうちょっと動いただけでバテてくる、おいで、おいで、ペコなんか諦めてる、ペコは途中で諦めました。多分言ったってなんもねえんだろう。俺は分かるんだ。これ以上追いかけたって何もね、撮影中だってこと俺は知っている。という顔をしております。知ってるね。ね、みんなちょこっと動いただけで。おいで、おいで、シュープラ。はい、おいで、おいで。シビックもおいで。おいで、ジャックもおいで。あじゅあじゅ。あじゅあじゅ。いつもより明らかに動きが鈍い。この日向に出されてすごく辛い今。でもパパが呼んでるからついていかなきゃと思ってついていってる。これがお散歩とかドッグランでも同じ現象が起きる。パパが歩いてるからついていかなきゃ、ドッグラン来たから他のワンちゃんがいるから興奮して追いかけなきゃってね、なっちゃう。でそうするともう気づいた時には間に合わないんですよ。おいでシビック、ちょっと 1,2 往復しただけでもうシビックもこの表情、疲れる、もうこの先に熱中症があります。ジャックはもうへばって日陰に戻りました。でスープラももうお疲れ、へこらへこら言ってね。たった 1,2 往復ね、このぐらいの距離ね歩いただけでこうなっちゃう。でも日陰にみんな戻るでしょすぐ。でも歩きたくないの。散歩もね、そう頻繁に連れて行ってあげなきゃいけないんだけど、もちろんね、時間帯とか場所は選ぶのは当たり前として、どんな時間帯どんな場所を選んだとしてもね、どうしても気温が暑い時期ですから熱中症にはなります。なので愛犬の表情を見て、呼吸の仕方を見て、歩き方を見てね、飼い主さんが今みたいにね、あちょっと今日はいつもよりお疲れ気味だなとかね、考えて見てあげなきゃいけないです。もうスープラバテですね、これは。もうこれ以上外に行ったら熱中症になっちゃいます。まあ、無理して外に連れ出すメリットはありませんから、何にもない。犬の亡くなる原因上位 40% は人災です。熱中症 10%、 誤飲 10%、 お散歩中の交通事故 10%ね、ずつで、だいたいこの3つで 30% 40% 弱ぐらいを占めてます。つまり家の中で誤飲させないように生活して、熱中症気を使ってあげて、お散歩中もね携帯なんかいじってないで、よく周り見てね、最新の注意払って散歩してれば犬っていうのは基本的には長生きしてくれるんです。
皆さんね、熱中症最新の注意を払って警戒しなければいけない時期でございますので、愛犬の命をしっかり守ってあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あちゅうね、感謝するかね、感謝してしゃぶしゃぶでも食べに行くっていうのと、パパマル今日は1時から予定があるよ。あ、マジかよ。何なんだよ、忘れてたよ。普段予定なんもねえから。